お、暗闇に何か隠れたぜ。今のは見えた。ちくりと見えたぜ。光は反射だ。双眼鏡でここを見ていたんだ。お前らが会いに行くやつは確かにあそこにいる。車椅子に乗っていたよな。義足みたいのも見えた。体に障害があるのか。秘密は俺がもらう。お前の体が何だろうとよ。とどめを刺す。ブチャラティ。なめてんのか。チッパーで地面に。俺の真似を。地面に隠れてこの俺にかなうとでも思ってんのか。くらえ、おわし。隠れてんじゃねえ。移動してる。この振動は地中をどっちかの方向に進んでいる。パクりやがって。誰に向かってこんな真似をやりやがってんだ。小便のシミのついたジッパー野郎のくせして、俺の特技をパクりやがって。だがサルマネは所詮よ、てめえ自身の首をてめえで締めることになる。殺せよまで行かせはしねえ。壁面が柔らかくなってきてる。やはり追跡してきたか。だがこの音は、迷いなくどんどんまっすぐ俺の方に近づいてくる。この音は、音は硬い地球よりも液化した方がよく反響して伝わってくるという。水中のように俺が移動するとき出る音も奴の方に聞こえているということか。予想以上に進んでたな。だがもう逃げられねえ。よくわかるぜ。距離までよくわかる。20メートルほど左前方に奴はいる。右に移動した。あと10メートル、あと7メートル、5メートル。首を絞めるじゃねえ、墓穴だ。自分で掘った自分の墓だ。ブチャラティ。周りが地の壁に囲まれてよ、俺の拳の突きを防ぐことができるのかな。あと2メートル。水流感切ってごまかす。なんちゅうこんなことはよ。こんな小細工はよ、お前が追い詰められたからやったという証だ。お前は認めたんだ。自分の能力では俺のオアシスに追いつかれたら敗北するってことをな。どこかわからんが、20メートル以内にいることはわかっている。音を出して位置がバレねえようにじっとこらえているな。それとも何か策をよう考えてんのかよ。起点が効くからな。だがもう余裕なんかなくしてやるぜ。起点を効かせよう。とは違う音だ。なんだこの音は。あらゆる方向から聞こえるぞ。地面の石畳はよ、俺のオアシスが触るから泥化するんだ。でも俺の体を一旦離れるとよ、再び硬くなる。ブチャラティよ、可能性はひょっとしたらよある。じっとしていればよ、やり過ごせるかもしれねえな。高子携帯のロープが3回とも切れたり故障したりして中止になった死刑囚もいるって奇跡の話があるくらいだからよ。ダメだ、もう地中にいることはできない。だがかといって地表を走ることもできない。